よし、行きましょう。また横穴があるよ。また横穴があるよ。どうする？行く？横穴巡りもしたいからな。ま、もう分かってて行くから。アブソルいる。アブソルがいる。アブソルのレベルは？アブソルのレベルは？とりあえず体力が一番高い。やばい。なんか、現実を突きつけられる気がする。え？待って待って待って。あ、20？ よかった。よかった。じゃあ、割と、なんか、バランス的な感じが取れてた？あー、待って。待ってよー。待ってよー。まあ、別に、多分5ぐらいで終わると思うんで、ガンガン行こうぜで行こうか。はい、帰ってきました。まあ、知ってて、行ったところもあったけど、まあでも、ちょっとアイテム取れたんで、OK です。よし、今度こそ、氷雪の霊峰行きましょう。目指せ頂上だよ。急行に合うんだ、俺たちは。いきなりコモルがいるんだけど、コモルはやばい、コモルはやばい。えい。コモルはやばい。なんとか倒して、よかった。やっぱな、ボーマンダあるわ、これ。コモル出てくるってことはあるな。あ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。ピカチュウ、ピカチュウ、どこへ行くんだ、ピカチュウ。いや、もう、サトシの気持ちがわかるわ。やばい、やばい、やばい。まあでも、コモル一体ならなんとか倒してくれると思うけど。やべえよ、やべえよ。待ってろ、一歩ずつしか歩けない。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。あー、くぬぎ玉が立ちはだかる。立ちはだかっておる。えい。ちょっととりあえずピカチュウ合流、優先ね。いやー、まずい、まずい、どうしよう。どうする？だいぶ遠いよね。あ、ナイスナイスナイス。ちょっと今のうちに、今のうちに、攻めるなり逃げるなり。頑張っていただきたい。いや、信じてたよ。俺は信じてたよ。てか、ちょっと待って、待って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 。待って、待って。どこ行くんだ？どこ行くんだ？合流しようぜ、合流。ピカチュウが、ピカチュウが、遠くでレベルが上がった。いやー、遠くでレベルが上がったけども、まあでも合流できるよね、さすがに。さすがにしてくれよ。してくれよ。よかったよかった。あー、よかったー。まあ俺の完全な、プレイングミスではありましたが。よかったよー。よかったー。よかったー。リンゴマールやったー。さあ、ポケモンの方は？コモルが、やっぱり出てくる感じかな。まあでも、これでしばらくは、やれると思うんで、この、連結で。なになになに？鉄のトゲ、鉄のトゲが強そう。なるほどねー。これ登録するのもありだな。ただ、あれだよね。なんか、直線とかだけだろうね、きっと。そこを注意しながらやっていきたいが、ただ、結構強そうではあるよね。さてと、寝てるね。じゃあ、起こさずに行きましょう。多分ね、キュウコンと戦うっていうイベントにはなんないと思うんで、まあ、クリアをね、最優先として考えていきたいんですが、ちょっとはまあ、レベル上がればいいなぐらいで思っておいた方がいいかもしれないね。おー、アブソル曲がった。新しい技、噛みつく。噛みつく欲しい。挑発、挑発結構使えそうな気はするんですよね。まあでも、いっか。せっかくのタイプ一致技なんで、噛みつくわ。
お金も結構溜まってきてるよね。3000ポケ超えてますよ。よし、行こう。どこまであるんだろうか。まあでも10は普通に行きそうだよね。桃色グミ。食べる。食べて、なおかつ、お腹もちょっとやばかったんで、リンゴも食べとこうね。やー、あーやばい、やばい。あー、寝ながらレベルアップする男。睡眠を取りながらレベルを上げていく。意識高いなー。くぬぎ玉か。くぬぎ玉。いや、でもこれ挟まれたらまずいね。挟まれたらまずいので。あ、結構強い。えい。でもなんか、俺的には石の方が使いやすいかな。もうちょいトゲ増えてきたら、なんか、使いたい感あるけど、とりあえず石で、行きましょう。いや、ダッシュ使っちゃった。よかった。うわ、パウアウだ。かわいい。体当たり。強い。体当たり。よし。行きましょう。6階です。ジルットもいるけど、間違えたボタンを。方向転換した意味がまるでありませんが。お、鉄のトゲかな。やったやった。お、種、なんだろう。復活の種拾えたのでかい。復活の種を拾えたのはでかい。ちょっと待って。え、待った。ここに階段があるね。じゃあ、ちょっと待っててくれ。俺の力で。ここは切り抜けてみせる。なんかあるけどいいや、行こう。すごい強引な登り方しちゃったけど。また広い部屋に出たね。誰かいたよ。パウアウかー。パウアウは、まあ、マジで。体当たり。通常攻撃、オッケー。ああ、ラッキー。誰だ?ザングースも出るんだ。さすがにこんなもんでいいでしょ。あ、マジ、倒せない。そういう感じ?オッケーオッケー。やばいな、なんか、ゴローンの石に物を言わせてる感が半端ないな。ゴローンの石がなかったら、切り抜けられてない場面がすごいありそうですが、グミを食べます。ザングースは、そろそろ連結がまずいね。PP 切れると勝手に連結解除されちゃうんだっけ、確か。気をつけないとね。タイミング見計らって、PP マックス使います。マジ?騒ぐはそういう効果があるんだ?で、チリーも出ることが分かったね。やる気者出るのか。やる気者か。わー、マジ。よいしょ。おい。あと2回、出てくれるんだ。ありがたいね。あと2回か。まあ、まだいいでしょうってことは。この回で使い切っちゃってもいいね。あれだったら。もうちょっと敵と戦って。もうちょっとっていうか、まあ、あと2体しか戦えないわけですが。えい。あと1回。じゃあ、もう、ちょっと1回分あるけど、回復させよう。ちょっとこのセット大事にしていきたいんで。これで次行きます。次行きますとか言って、これで最後だったら、これでダンジョン突破しちゃったらすごい悲しいんですけど。あ、やっちまったみたいな感じがものすごいけどね。体当たり。お、ラッキー。
というわけで、なんとか普通に、割と普通な感じに10回まで来れましたが、アブソルが強いね、アブソル。アブソルいいなぁ。じゃあ11回いきまーす。ここはぐるって回るだけだと思いきや、こちらにもありますよ。マジ。戦っちゃう？戦っちゃう？よいしょ。そっか、アブソルプレッシャーあるからかな。プレッシャーってことか。プレッシャーだっけ？特性って。なんかもう、うろ覚えなんだけど。じゃあ、行きまーす。種、種なんだろう。復活、復活来い。爆裂か。爆裂でもいいよ。でも、全然、全然いいよ。爆裂もありがたいよ。アブソルが戦闘を始める前に登りたい。よし、よかった、よかった。これはどうしようか？行っちゃいましょう。階段があるんですから、すぐそこに。そうだな、これも。タブネイクも、一発でいけない？オッケーオッケー。回復リボン、回復リボン。へぇ、お腹早く減るのがネックなところだけど、これってさ、待って待って。今思ったんですよ。ちょ、リンゴ食べるね。拾って、これさ、アブソリに持たせるっていう選択肢はないかなって思ったんだけど、どうでしょうか。階段がある。めっちゃ階段の運いいね。グミ、グミ、グミ。グミ、グミ食べる、グミ食べる。後で俺もグミ買ってこよう。お！来たぞ。ってことは、中間地点か、今回も。てか、今更だけどさ、BGM めっちゃいいよね。さあ、氷雪の霊峰、奥地、行きましょう。多分そんなに、15まではないと思うから、一回一回を慎重に行きましょう。ただまあ、上がってって大丈夫だと思うな。上がってっちゃおう。さあ、外側から、鬼氷、鬼氷、マジ、マジで。あ、やっちゃった。やばい、ミスったけど、ミスしたけど、瓦割りが、よかったね、覚えさせておいて。瓦割りが役に立ってる。氷タイプと格闘タイプいいですから。よっ。多分これでもいける。あ、いけないか。ギリいけない感じかな。まあ、倒せるんで OK です。で、鈍足ちょっと直してから、また周りから攻めていこう。階段ありそう。階段がありそうな部屋。階段がありそうな部屋。マジ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 。よし、行こう。3階です。びっくりしたよ。お前仲間だと思ったわ、今一瞬。あれあれ、俺鬼ごり仲間にいたっけって今一瞬思っちゃったよ。すげえなんか一体感あったわ。だんだんとしてたわ。家族感あったわ、今。で、お金拾ってびっくりした、今アブソルが。アブソルだったからよかった。いやあ、なんか来たって思ったから。助かったよー。アブソルでよかったよー。完全に今、やべえ、見逃してたって思ったんだけど、味方でした。お、レベル上がった。やったー。でもなかなかに経験値もらえるから、倒すのは全然ありなんだよね、正直。
348って結構もらえてない？って思うんだけど、どうでしょうか。あ、ついたかな？音楽が止まったよ。やっとついた。ここが頂上だよね。キューコンはどこにいるんだろう。いた。お、あそこか。マジで、ここで？やれやれ、やっと追いついたぜ。おかげでこんな遠いところまで来る羽目になっちまった。まあ、そういうな、バンギラス。やっとここで蹴りをつけられるんだ。俺は戦いたくて、もううずうずしてたんだぜ。ピカチュウ、悪く思うなよ。俺は容赦しないからな。できればこうなりたくなかったが、これも運命だ。平和をもたらすことが わしたち救助隊の使命なんだ。わしたちは、お前を全力で倒す。わあ、イベントかな、これ。待て。あ、キューコン。キューコンだと？あれがキューコン。伝説はやはり実在してたのか。戦いをやめるんだ、フーディン。この者は、私の客だ。教えてくれ、キューコン。伝説に出てきた人間が誰なのかを。いや、そもそも伝説にあった出来事は本当なのかどうかを。その答えによっては、わしは、そいつを倒さなくてはならん。たたりの話が伝説としてどう伝えられたか、私の知るところではない。ただし、会ったことは本当だ。昔私はある人間にたたりをかけようとした。しかし、その時その人間のパートナーであるサーナイトが、自らの身を犠牲にたたりを受けたんだ。にもかかわらず人間は卑怯なことに、サーナイトを見捨てて逃げ出した。やがてその人間はポケモンに転生した。ポケモンに姿を変えたその人間は、今もなお生きてる。その人間とは？その人間とは誰のことなんだ？違うんだ。よかった。今なんて言ったの？とりあえず俺ではないんだな。なんと。なんでかな？僕緊張しすぎたせいか体が動かないよ。あ、もう泣けてくるから、ピカチュウ。ここまで自分のことみたいに喜んだりしてくれる人ってなかなかいないよ。人じゃないけど、ポケモンだけどさ。やっぱり違ったんだよ。僕の信じてた通りだ。それともう一つ。確かに私は世界のバランスが崩れると予言したが、人間がポケモンになったことと世界のバランスが崩れたことは関係していない。自然災害が起きてる原因、それはまた別のところにあるんだ。でもフーディーも信じてはいたと思うけどね。うん。時間だって与えてくれたわけだしさ、あんまり責めれないよ。なかなか見ないよね。こういう表情のリザードンってなかなか見ないよね。それにしても、苦しい旅を乗り越え、よく真実を見つけたものだ。お見事だ。あれ？でもちょっと待って。なんでポケモンになっちゃったのかな？伝説に出てきた人間と違うっていうのは分かったんだけど、だったらポケモンになった理由って何なんだろう。
格変動？え、やばい、やばくない？今まで地中深く眠っていた大地の化身、グラードンが復活する。グラードン？グラードンはやばくない？まずいよ。グラードンが暴れだしたら大変なことになる。早く止めなければ。一緒に行かせてよ。グラードンは今までのポケモンとはレベルが違う。お前ら久しぶりに帰ってゆっくりしてろよ。ゴールドランクは伊達じゃねえ。まあだけどもまあでも任せるしかないかな今は。何かあったらすぐ行きますからね。こうしてフーディンたちは復活したグラードンを沈めに地底へ行きました。一方疑いが晴れた。長かった旅を終え、自分たちの居場所へと戻るのでした。なるほど、これで戻るわけなんだね。そしてその頃、ポケモン広場では、そんなこと言われたってな、俺たちには無理だよ。あと追ったんだが、あいつら炎の山へ入っていきやがった。俺はとても入っていけず、そこでもう見失ったよ。俺は草タイプだからな。炎は苦手なんだ。まあ確かにな。自分で行きなよって思うところもあるよな。帰ってきましたよ。みんなただいまだよ。そうだったよ。前の言ってたことは違ってたぞ。キューコンに会って聞いたんだ。伝説に出てきた人間ではないって。それが分かったから帰ってきたんだよ。ちょっと待て、まだ信用ならんな。そこまで言うなら証拠を見せてみろよ。証拠？証拠はないけど。証拠はないけども、みんな信じてくれるかな。あれ？フェリッパーさんが？なんだこれ？なんか新聞みたいだわね。
終わりってなんかドコモのメールの最後にエンドってつく感じのあれみたいな感じがするけどあれを思い出してしまった。いやーでもだいぶ俺たちも強くなって帰ってくることもできたからな、いろんな意味でとても収穫のある旅だったよ。いやーキャタピーちゃんただいま。今日は疲れてるし帰って寝よう。そうだね、寝よう。アブソルが空気だったけど、アブソルがずっと見ててくれたけど後ろから。